え、待って、ルンルン、待って待って待って、知らんやつ来た。待って待って待って、みんな、待って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 、知らんやつ来た。待って、負けるかもしれない。ちょっと待って、焦ってる、動揺が隠せない。待って、え、待って、え、え、待って、一回も戦ったことない、ルンルン。何その、そんなおばさんなのにルンルンで引きます。モンスターマスターますか？大丈夫？レベルを見せてくれ。違うんだって。わかるけど、腐った死体とかシャーマンとかゾンビ系でゾンビパっていうのはわかるけど、え、いや、まああれか、腐った死体はゾンビだけど他はゾンビかわかんないけど、え、怖っ、ちょ、え、怖い怖い怖い、いや怖っ、敵も怖いし、敵も怖いんだけどさ、ルンルンっていう名前につけたのも怖いんだけどさ、え、見せて、ある6時はやばい、6時はやばい、終わった、ちょっと待って、4連勝でやめるわ、ちょっとやばい、来ちゃいけねえとこ来ちまった、レベル33で来ちゃいけねえとこ来ちゃった、やばいやばい、考えろ、先制攻撃、 HP はこっちの方が低いだけど火ダメは少ない、考えよう、ちょっと待って、やばい、ちょっと待って、焦りがやばい、とどめの一撃は操作しよう、はい、メタルボム、どうしよう、どうしよう、ちょっと待って、よし、そういうことなんですよね、残念だったな、うちのメタル君は、ハップねー、必殺技使おうとしてた、やばい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 、よかった、これはでかい、これはでかい、だいぶ相手きついでしょこれ、よし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 、動けない、確かにつばぜり合いをしないというメリットで必殺技を使いやすいというのはあるかもしれない、だけどうちの子たちはそんなんじゃひるみませんよ、ひるむだけにね、さあ行こうか、絶好調だね、さあメタルボム先行、ライダースラッシュでしっかりと有機ゲージを貯めていきましょう、いいね、いや確実にダメージを与えていくって言い方の方がいいかな、有機ゲージはまあなんか勝手に溜まるでしょう、メタルボム爆裂、さあこれでまずはコード封じたいな、どう、いや無理か、まあ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 今できたからね、正直あのレンジャーの影縛りみたいな、ドラクエウォークでいうところのそういうノリでいきます、全然関係ない話しててごめんなさいまあでもね、スクエアだったらいいでしょ、スクエニだったらさ、結局何、全然攻撃しないけど、もしかして必殺、やめてよそれは怖いな、オッケー大丈夫、なんだカブトあり、そうまだ相手の技一回も見てないんだよな、それが怖い、あーまあでも守備力が下がったぞ、まずいぞ、守備力が下がってしまったぞ、ねこれはただ相手まだテンション、どうしようかな、ちょっと待って、おそらく次のターンの終わりくらいかな、きっしょきっしょ、何それ、いやもう一回これでいこう、で次のターンもし倒せそうだったら飛剣ドラゴン斬りやら、そうだね、稲妻の剣使って、無理そうだったら光の玉で総裁しよう、集まっていくぞ、頼む、封じたでかい、よっしゃ、これはでけえ、これはでけえ、戸惑っている、よしよしよし、来てる来てる来てる、しかも目はぐめた、これは神、待って、ライダースラッシュ炸裂、よし、いいいい、やべえやべえよ、興奮が止まらねえ、レベル30も、待ってレベル30って、おい、ついにこの間の奇跡を超えた、動けない、レベル27差がある相手に勝ってしまう男っていうタイトルにしようかな、ほとばしります、よし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 、19勝ち確、 OK、 これでいこうか、さあファイナルターン、稲妻の剣、対戦ありがとうございました、スペシャルカード発動、さようなら、よし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 勝負ありだな、これは完全に、いや楽しすぎる、ただ多分ここで皆さんいけいけ思われるかもしれませんけど、やっぱ確実に終わろうよ、いやあのね、皆さんは5回戦で負けるのと4回戦で確実に勝って終わるのどっちがいいと思います？ここでやめた方がいいでしょう。いや、あのね、違うのよ。いや、これちょっと聞いてほしい。聞いてほしいのは、そこ行けよって思う人いるかもしれないけど、多分多くの人は、その思っている人もいるかもしれないけど、多くの人は、やめろよって思ってると思うのよ。
や、わかんないけどね、思うのよ、そう、僕は。変なとこで負けちゃってさ、嫌な思いしてるのを見るとこよりも、確実に終わってくれた方が、そのなんかプレミを指摘する人か、それとも、プレミしてでも面白いのを見たい人、どっちが多いかっていうことよな。うん、結局。そこで、プレミを指摘する人の方が多いと思うのよ、僕の視聴者は知らんけど。なので僕は確実に終わった。これで文句のある人はごめん。それごめん。謝るわ。それ謝るけど、いやいやいや、来たね。これは完全に気持ちよかった。4連敗した後の4連勝。いや、レベル27差の相手に勝ったのはマジででかい。ドラゴンクエスト、モンスターバトルロードビクトリー楽しすぎるわ、マジで。ってことでね、皆さんもこのゲームをやる際に、もしよければこちらのね、チーム使ってみたらいかがでしょうか。まあ、結構強いね、正直。呪文にも強いし、まあ、物理攻撃にも強いと。会心ガードとかあるんでね。あと回避率とか。なので、だいぶ使いやすいと思います。で、あとは新しいカードがね、結構入荷されたね。だからこれも買おうかなって思ってんだけど、スペシャルカード？とりあえずこれ先見よっか。あー、なんもないわ。待って、アイテムか。アイテムもでも大したもんないな。じゃあモンスター買う？ちょっとね、いろいろ見ていきたいんだけど、合体系とかね、一番面白そうだと思っているので、待って、マネマネは買う。マネマネは買うわ。マゴマゴ。エッチじゃん。そしてモシャス。モシャスはね、結構、待って、マネマネ？モシャスとマネマネって何が違うの？ちょっと見たかったな。まあ、いっか。で、あとは、合体系ができそうなカードをちょっと探そっかなと思います。これ、タホドラキーとさ、あ、でも、種類もうちょいいるかいけないかな。タホドラキーとドラキーと、どれだっけ？ドラキーマか。この3体合わせたら合体するとかあるかな？ありそうだよね。ちょっとこれ見てみる。あとは、今ある持ってるカードで合体できるカードがあったら、それをちょっと見て、そうだね、合体できるカードがあったら買っていこうかなと思います。なので、それまでかと。お、グレートドラキー。これいけんじゃない？来た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 、ドラキー3体。いいね。あ、これ使いてえなー。これ使いてえ。これは使うっきゃないでしょう。ちょっと、いいなー。他にもちょっと見てみる。じゃあ、あ、待って、他方ドラキー2枚ある。嘘。あ、何これ。1ノーマルコレクション、2ノーマルコレクション。やっぱ絵柄違うんだね。これほら、あのメタルスライム、ほらこれ皆さん見せようかなって前言って、結局見せるの忘れてたんだけど、これ店で売ってるのと違うよね。やっぱりさ、ノーマルコレクション、ノーマルコレクション、ゴールドコレクション、やっぱりなんか違うのか。でも僕は絵柄的にはこっちの方が好きだな。なんかメラ売ってるやつ、これの方がなんかかっこよくない？まあ、こっちもなんか疾風って感じしていいけど、僕はこっちの方が好きだな。あとはメタスラはなんかどっちもどっち。どっちもどっち。お、なるほど、合体ってあらかじめ見れないんだ。自分で買って開拓するって感じか。なるほど。あ、面白いね。だったらこれ適当に買ってちゃダメっていうか、なんて言うんだろうな。そのね、これとこれ合わせたらいいんじゃないっていうやつをあらかじめ買っておいて見てみたら、あ、合体できるじゃんみたいな、そういうノリなのか。じゃあちょっとカードマシンで買うか。運試し。スペシャルカードの可能性もあり。行こう。まずは1回目。あー、でもかっこいいから好き。2回目。おー、かっこいいし、多く持ってないよね。いいんじゃない？結構好きだな、今の絵柄。3枚目。うわ、かぶったけど、こっちの方が絵柄的に好き。さあ、4枚目。あー、もうかぶってるし、同じだし、もう最悪。5回目。これは来る。あー、まあまあまあ、バトルレックス。まあ、持ってないし、絵柄もこっちの方が好きだしで、まあいいでしょう。許します。完全に。これさ、待って。キャンペーンです。ダブリカード交換できるんだけど、これちょっとやってみる？これ、ん？モリーキャンペーンって何？モリーが指定するモンスター、あ、なるほど。モリーか、素敵なプレゼント。こんなあったの、ダブリと違って。へぇ、なるほど。あ、しかもモンスターは別になくさないんだ。へぇ、なるほどね。指定されたモンスターであれば違っても OK。なるほど。うわ、これ、待って、ダブ、ん？スライム、スライムベス、メタルスライム。これ持ってるよね。モンスターカードはこれだ。モンスターカード。なるほど。スライムベスってさ、売ってるよね、確か。だからこれ買って、あとスライムベスでさ、多分キングスライムかな？くらいになれんじゃない？スライムタワーあるんで、になれんじゃない？あったっけ？待って。うろ覚えでちゃった。いたっけ？スライムタワーって。いたらそっちになるし、いなかったらキングスライムになるんじゃないかな？これ。
いや、モーリーさんありがてえな。合体カード教えてくれるんだ。そして、どういうこと？あ、わかった。そういうことか。なるほどね。集まったら、そのカードもらえて、ただそれはね、入れることはできないんだけど、いや、入れられるのかな？もしかして3枚分の枠を使うみたいな感じで入れられるのかもしれないけど、それで、キングスライムを使えるようになりますよと、こいつらがいれば結局もう、どっちみち使えるんでねって感じで、なるほど、モンスター相手、あー、やっぱダブリあれか、その、同じカードの絵柄がダブってないといけないのか、なるほどね。ってことで、どうしよっか。じゃあ、キングスライムゲットしたのはありがたいんだけど、ストーンマンとゴーレムと、もう一体みたいな感じもありそうなんで買っておくか。あとはま、適当にじゃあ、あ、スライムナイトは持ってたっけ？持ってなかったっけ？持ってなかったらちょっと買ってみる？これでさ、あとメタルライダーともう一体くらいで合体できそうな気もする。あとミミック、こいつも、ちょ、やばい。止まらねえよ。やばい、所持金800しかない。でも、ミミックは多分いけるんじゃない？他ここら辺はね、多分無理だと思うんだけど、じゃあ他も見てみるか。キメラ、スターキメラ、キメラとスターキメラと明治キメラあたりで合体できそうな気がすんな。キメラって今いたっけ？わかんないけど、とりあえずこれでまず1枚。多分ね、1枚くらいキメラ持ってたと思うんだよな。で、あとは、あ、明治キメラいた。こいつも買って、キメラ持ってたっけ？ちょ、持ってない可能性も若干あるな。ただ、いなかったら、これで、あとは、キメラ買っちゃえば、合体できる可能性ありきりなんじゃないでしょうか。あ、いたいた、キメラ。あ、無視してた、危ね。オッケー、これで、3枚。これはいけたんじゃないの？でっけえキメラ。金スラとかよりも強そう、しかも。これはちょっと、面白いことになってきたんじゃないの？お、キングスライム、ウルトラキメ、え、キメイラ。ウルトラキメイラとキングスライム。なるほど。他はダメだったか。まあ、とりあえず、まあ、全部揃ってない可能性もあるね。そう、こういうキングスライムね。あ、待って、これさ、どうなん？結局のところ、詳しく。比較的攻撃型か、あ、得意と。で、スライムたちが力を合わせて合体した王様のスライム。頭に乗せた冠がその強さの証なのだと。これ多分さ、デッキに、あ、モリーセレクションって書いてある。これさ、デッキに入れられるのかな？ちょっと見てみる。お気に入りチームで。これキングスライムってどうなんだろう。もうなんか飾り用って感じなのかな。それともこいつ一体を入れるだけでモンスターマスターで、もしくは魔物使いで入れるだけでキングスライムのあのスライム、スライムベス、メタルスライム、この3体分を補ってくれるってことなんかな。ではなさそう。あ、いたいた。おーおーおー、キングスライムいけるか。これで、なるほど、3体いっぺんにやってくれるのか。あー、手間を省かせてくれるって感じか。まあ、そこまで重要性はないけど、ただ、お気に入りチームにはしなくていいか。じゃあ、これで、お気に入りチームにしなくても、勝手にやってくれるって感じか。あの、バベルボブルみたいな感じで。なるほどね。これありがたい。そしてもう一個、明治キメラとキメラとスターキメラを合わせた、なんたらキメラ、ウルトラキメラってやつ。これも見よっか。まあ、キメラですけど、あー、見れないのか、そっか。でも、いけそうだね、ウルトラキメイラってやつ。これもじゃあ今度やるか。うん。ってことで今回この辺で終わりにしようかなと思います。いや、次回はめっちゃ楽しみなことできたね。ウルトラキメイラとキングスライムと、ドラキーが3体集まったやつをやってみるとしましょうか。ただ魔物使いだと、やることがないから、やることがないっていうか、対戦がね、大会に出れないから痛いんだよね。まあ、ゲームセンターになっちゃうかな。だから、うん、ゲームセンターで、キングスライムとか、あとはウルトラキメイラとか、使っていこうかなと思います。ってことで今回はここまで。バイバイ。